近い心理学。それではラジオネームのりごろうさん、ありがとうございます。のりごろうさんから来た、はい、のりごろうさん、なんすかのりごろうさん、なんかそののり弁のはとこぐらいな感じでしょうかね親戚が、弁当の親戚がゴロウだっていうのは衝撃ですけどちょっと今風なキャッチーな感じかもしれませんね。こんばんは、いつも楽しみに聞いております、ありがとうございます。なす、私は主婦なので、主婦なのまあだからのりごろうでわりかし正解かもしれないですね、さっきの。あ、のり弁の親戚だったっていうのは。そうですか、主婦だったとは知りませんでした。はい、最近貧血になり疲れやすいです。ほうほう、質問が決まらないので感想を申し上げます。勉強にもなり癒しにもなり、ちょうどいい笑いもあり、ありがとうございます。お二人の趣味を教えてください。すでに出てたらすいませんというお便りです。お見合いのようなお便りです。ご趣味は？僕は読書です。いやついに来たな。でも最近なんかこういうお便りなかったですね。そうね、確かにちょっと初々しくてありがとうございます。まあなんかあの趣味について多分話す機会複数あったと思うので、それまで出てない最近の趣味とかの方がいいんじゃないですか、うん、最近の趣味か、なんだべか。そうね、なんだべ。あ、はいはいはい、あります、あります、あります。ある、私今北海道に帰ってきたので今年ね、飲食店が結構知らないところが増えてるんですよ。はいはいはい。なので札幌の飲食店雑誌を立ち読みするです。おとんとか、おとんとか、そう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 、ポロコとか。あ、おとんとかポロコ面白いですよね。はい、あの情報雑誌ですよ、おとんってね、北海道の。それでこう、おしゃれめな店とかなんか載ってますもんね。おしゃれめな店も載ってますけど、基本的にホルモンが出てきたりレバーが出てくるところを探しています。そうなんだ。そう、あとまあ一人で入れたり、あとなんか人をね紹介するときに札幌に来てくれたから、ちょっと海鮮でも行こうかみたいな、そういうのを今ちょっと調べていますね。あ、そうなんだ。うん、まあでもいいですね、そういう趣味は。なかなかね、ほっといたらずっと家でね納豆ご飯しか食べないので、私も。そうっすよね、納豆みたいなあれしてますからね。でフォルム、フォルム言ってないでしょ、あれ、あれとしか言ってないっすね俺そんなに糸引かねえぞもうこの話やめよう、これ以上放送事故になる可能性はある。あり得る、確かにあり得る。青木くんは趣味？僕最近は多分なんかあの飯食う動画を見るですね。あ、見る方なの？まあ見る方ですね。へー。なんかあのまあ結構パンダ先生とかとお話しますけど、うん、人のご飯食べてる様子見ると落ち着くんすよね。すごい。あ、たまに書き込みあるね。うん。なんかその性質はなんか僕も分かってるから、なんかあの岩野さんの飯動画とか最近作ってあげたりして。ご飯をさ、綺麗に食べるって結構むずいスキルだと思うんだけど。それできるのはすごいっすよね。結構ね、上手に食べる人も多いよね。うん。うん、それっていうのが好きですね、最近は。なんかあの、町中華をなんか食べる番組がなんかこれで友達にちで BS で見せてもらったんですけど、うん、町中華でやろうぜだったかなっていうあれなんですけど、たまちゃんが出てて、あの私軍団が出てて、うん、なんかあのむちゃくちゃ美味しそうにビール飲むんですよね。あんなにうまそうにビール飲む人いないと思う。ちょっとそれ見たいな。それでなんかあの中華を食べながら、でそこのなんかあの店のエモさも知るみたいな感じの番組なんですよ。あれは非常に面白い、面白いっていうか見たくなりました。おお、まあ、多分これからそれをひたすら見るフェーズに入るだろう。ひたすら見るフェーズってなんだよ最近の趣味はそんな、
そうか、食べ物、やっぱ2人とも食べ物絡みですな。まあ食ですね、結局安心できるのは食ですからね。ああ、確かにその暑さが引いてちょっと食欲も出てきましたからね、私も。ああ、だからそうそう、銀杏おじさんみたいな感じで銀杏ばっかり食べるんじゃないですか。銀杏あんまり食いすぎると体に良くないからね。ああ、そうなんですね。あれ、ヒ素入ってるでしょ。あ、じゃああんま食べれないんだ。なんかごくごく微量だけど、なんだろうな、1000個ぐらい食ったらまずいみたいなね。岩田さんのどこに1000個入るんですか。耳からも食べないと入んないじゃないですか。耳はあれですよ、胃に直結しておりません。違うんだ、岩田さんの場合は。やめて、その鼻とか目とかさ、耳とかさ、その穴という穴からなんか食べるようなタイプじゃないからね。これもちょっと放送事故につながりそうだから、この辺でやめといた方がいいですか。というわけで、のりごろさん、岩野と青木は食の秋です。バチコイ心理学。今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。